さんこんにちは、こんばんは。毎日暑いね。まあでも、うん、梅雨は明けたのかな、鹿児島。明けたの？ちょっとね、いつも梅雨明けとか気にするんだけど、今年は全然気にしてなかったね。まあ本当もう夏だよね。もう今ね、外気温も34度ぐらいあるんだけど、今日はね、弟にさ、ヘルプ依頼が来てね、弟からね。弟がね、何年前かな、何年か、数年前にね、アマチュア無線を始めてるんで、で、144メガ帯で楽しんでたのかな、今までね。で、HF 帯をね、やりたいっていうことでさ、無線機を先日ね、買ったみたいなんだよ。で、アンテナがね、その、SWR っていうかね、マッチングが取れないと。アンテナチューナーをつけてるにもかかわらずマッチングが取れないっていうからね、それでね、ヘルプのコールがあったんだけどね、電話があってさ、でまあ暇な時でいいからね、見てやろうと思ってさ、まじちゃん、暇はあるんだけど、暇はあるんだけどさ、弟が住んでるとこがね、姶良市なんだ。姶良市なんで、そこそこ往復時間がかかるんでさ、じっちゃん、いくらね、暇だって言ってもさ、いろいろ、こまごました用事とかね、呼び出されたりとかさ、いろいろあるわけだよ。なんで、もうまるまるね、半日とかさ、時間を潰して行ってやるっていうのを、よっぽどその時間をね、空けてね、行ってやらないといけないんで、まあ、で、電話してね、今日は土曜日なんだけどさ、電話をしてね、今日いるんだったら行くよっていう電話をしたら、今日いるっていうことだったんでね、今さ、向かってるんだけどね、暑いだけどね、ほんと暑いよね。車の中もね、エアコンをね、直接当てたらさ、そこそこ涼しいんだけど、今はね、こうエアコンがさ、直接体に当たるのは嫌いなんだよ。まあ風もそうなんだけどね、だから扇風機なんかも嫌いなんだけど、直接ね、扇風機とか当たるとさ、頭が痛くなるんだよ、なんか知らないけどね。だからエアコンもそうだけど、扇風機だとかね、直接当たるのあまり好きじゃない。まあね、風呂上がりだとかさ、温泉でね、出た時は当たったりはするんだけど、まあそれは短時間だからね。大したことないっていうかさ、まあもう気にすることはないんだけど、なんでね、なんかな、今エアコンはさ、吹き出しをね、下の方、足元の方にね、やってるんだけど、足元はね、涼しいんだけど、
顔の方がさ、頭の方がなんかほてったみたいなね、暑さだ。いやしかしまあね、早く涼しくなってもらいたいよね。お盆が過ぎるとっていうかね、9月に入ったらさ、朝晩ちょっとはねしのぎやすくなるんだろうけどね。まだね1ヶ月以上はね、まあ昼間はさ9月でも暑いからね。まあでもね、今月頭からさ9日ぐらい石垣に行ってたんだけど、まあ石垣からしたらしのぎやすいよね。石垣はねもう死ぬぐらい暑かった、死ぬぐらい暑かったっていうかさ、暑いのはねまあ夏だからねしょうがないんだけど、湿気がねあまりないとさね、ちょっと風があると涼しいんだけどね、石垣はね湿気が多いんだよ。じゃああちこち島とかは行くんっていうかね、行ってたんだけどね、まあだけどね普通の島っていうかさ、沖縄から手前の鹿児島県の島っていうのはさ、割とね今までねそんな過ごしにくいっていうのはねないんだよね。まあでも向こうにも亜熱帯地方っていうかね、向こうに行くともう湿度が上がるとねもうほんとあれだよね、大変だよね、慣れない人はね。まあ慣れた人はそうでもないのかなって思うんだけどね。まあね暑いからね、どっかさ涼しいとこに行きたいよね。昔はね若い頃は夏場はじっちゃんはねまあよく霧島に行ってたね、霧島で過ごしてた。霧島はね涼しいんだよやっぱりね、高いからね。霧島に行って温泉三昧してたんだけども最近はね行ってないね。たまには行こうかなと思うんだけどさ、今15線走ってるんだけど、ここまでが片道2車線なんだけどね、こっからねどれぐらいかな、1キロぐらい、まだね片道1車線なんで、それ過ぎるとさまた片道が2車線になるんだけどね。工事はねやってるんだけどなかなかねその簡単にはできないよね。だけどこの区間だけね、この1車線の区間だけ相当も長い間ね1車線のまま残ってるんだよね。だから非常に混んだりとかね車が詰まるっていうかね、あと鹿児島のね市内のさ入り口も1車線になっちゃうんだよ。そこでね極端に車がねふん詰まり状態になるんだけどね。で途中はさもうとっくの昔に片側2車線のね道路になってるのに、あれなのかな、やっぱり漁業権とかさそういうのでなかなか折り合いがつかなかったのかな。もうね、ここはね、どうしようもないんだよ。
左はね、JR が走ってるんですよ、道路の左見えばね。JR が走ってるでしょ。右はもう金庫は海だから、まあ海を埋め立ててさ、車線をね、広くするしかないんだけど、おまけにね、ここ断崖絶壁なんだよ、左の方はね。で、大雨になるとね、この10号線は危ないんで、通行止めになったりするんだよね。そうなったらさ、もうこの上の方をね、走ってる高速道路か、こう迂回路をね、走るしかないんだけどね。海の上をずっとこうね、橋桁をかけてさ、道路作ったら良さそうな気もするんだけど、あれかな、工事費がね、相当かかるのかなと思うよね。だからこんなね、状態のとこを JR も走ってるんでさ、だからこのままじゃあ、これ日光温泉なんだけどね、日光温泉もこんなね、狭いとこ走っていってるからさ、伏線化も難しいよね。まだね、こっから先がまた2車線になるんだけどね。お腹空いたな。もう昼12時17分。今日ね、弟には電話してさ、途中で飯食ってから行くからっていう電話はしたんだね。途中でね、ご飯食べようと思うんだけど、何食べようかな。何を食べようかな、食べたいっていうもんないから、どっかでね、うどんかなんか食べるかな。うどんかそばか、もうな、最近はね、暑いからさ、もうそばとかね、うどんとかね、そんなんばっかり食ってるよね。この前はここでそばとうどんの相乗りを食ったね。そういえばね、まあね、この通りはご飯食べるとこもね、そこそこあるんで、あれだけど、なんかでも簡単に済まされるやつを食っていくかな。ねえ、こんだけ暑いともうさ、冷たいもんばっかになるよね。家でもさ、冷たいお茶とかね、まあ、コーヒーはじいちゃんはあったかいのをね、飲むんだけど、コーヒーも結構家では飲むし、だけどお茶はね、もうあのペットボトルのさ、リエモンだとかさ、ああいうペットボトルのね、お茶をあのでかいやつ買ってさ、冷蔵庫で冷やしてる、そういうのばっかり飲んでるよね。だから体をね、あまり冷やしたらいけないんだけどね。まあでもね、冷たいのがいいよね。っていうか、まあ飲みすぎなかったらいいんじゃないかなと思ってるんだけど、まあしかしね、暑いよね。あ、外気温ももう35度になってるよ。昔こんな暑かったかなっていう、ね、気がするんだけど、まあ、確実に暑くはなってるんやろうね。はい、なんかね、毎年思うんだよ。去年こんな暑かったかなってね、毎年思うよね。まあね、途中はさ、秋とかね、
冬とか挟むんでさ、うん、喉元過ぎればなんてやらじゃないけど、3日過ぎればなんてやらでね、もうすぐじいちゃんなんか忘れるからね。まあ人間ね、忘れるようになってるみたいだね。嫌なことをさ、嫌なことをさ、嫌なことがあったときにさ、もう精神的にも辛いとかさ、そういうのはこう自然にね、忘れるようにこう人間の体のシステムってね、なってるみたいな。まあね、じゃあなんか嬉しいことも楽しいこともすぐ忘れちゃうからね。まあねえ、そんなもんだよね。だな、どっかでかうどんでも食うかな。寿司っていう気分でもないしな。冷たいうどんを食いたいな。最近ね、そばばっかり食べてるから、今日はそばじゃなくてうどんを食べるかな。あ、その先にね、うどん屋があるんで、そこでうどん食っていこう。冷たいね、ざるうどんでも食っていこうかな。もうこんな暑かったらね、実際に大体うどんはあったかいのを食べるのが多いんだけどね、釜揚げうどんとかさ。でもここまで暑いとね、やっぱり冷たいのがいいよね。はい、ということでね、ちっちゃんのドライブブツブツ動画でございました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。